最近なんかね、ちょっと喉の調子がおかしいんですよ。ちょっとガラガラになる時があるかもしれないから、その時はごめんなさい。まあ動画じゃね、鼻声鼻声ってね、よく言われるんですけど、今日はね、より一層鼻声かもしれない。まあそれでもよろしくお願いします。最近ね、最終ステージまではね、よく行けるんですけど、ここから先がね、よく勝てないんですよ。で、これね、みんな知ってた？4番目 ?5 番目から7番目ぐらいは開くドアが決まってるんだって。決まってるっていうか、わかるんだって、これ確か5番目からかな、次からかな、ちょっと見てみようか。一番下のね、ドアにの模様についてる三角形のマークがちょっとちっちゃいんだって。これだったら、ちょっと待って、みんな先に行くから全然見えない。ドアのマークが全然見えない。確かね、57は小さいねマークがあるんですよ、そのドアの一番下に。まあ、ちょっと画像を映しますね。まあ、これが最高。いや、ちょっと待って、あ、これいけんくない、これ。いや、38にきついな、これ。あ、いける、あ、いける、いけ。さっきのはちょっと見なかったことにしておいて、スピンレース始めていきますか。いいね、一番いい場所じゃん、ど真ん中。こういうのはね、最終ステージでこういう運欲しいよね。いや、でもね、一番最初熱いよ、これ。1取っていこう、ね、きっちり1取っていこう。いや、もう無理か。もうこんなにいたらもう無理か。やばい、最初で、ね、回る方ミスったな。ちょっと待って、ひるみすぎ、ひるみすぎ、ピオキング。よし、それそのまま行こうか。この子の名前ピオキングでよくない？なんか僕がピオキングっていう名前より、この子がね、ピオキングっていう名前つける方がめっちゃね、合ってると思うんだよね。ね、この子なんかピオキングっぽくない？名前なんか鶏のね、コスとかいっぱいあるもんね。あ、コスって言ったらちょっと言い方ちょっとおかしいけど、よし、これは楽勝なんですよね。こういうのはね、落ち着いていけば誰でもクリアできるコースになってます。よし、オッケー。まあね、こんくらいだったら楽勝。はい、来ました。ここでジャンプしなきゃ落ちるコースですよ。よし、ギリギリだったね。オッケー。で、ここもジャンプして渡っていく。で、このボールも意外とね、なんかこういやらしいんだよね。見て見て、ほら見て。いや、来すぎ、もう来すぎだから、もうカーブして来すぎだから。これ確かボールを自分の陣地にいっぱい入れた方がいいのか。黄色2つしかなくない今。黄色、プリカラの挑戦だねこれ。あ、赤も2つか。よし、それじゃあいっぱい入れていこう。これ結構難しいよね、このステージ。めっちゃ難しい。このコースはですね、このボール、バレーボールみたいなのを最後にね、自分の陣地にいくら入ってた、まあ自分の陣地にね、いくら入れているかが問題なんですよ。めっちゃ噛んだ。めっちゃ噛んだけど、いや、ちょっと黄色弱すぎ、黄色弱すぎ、赤強すぎ。ちょっと赤ね、結構自分たちのボールを守ってる感あるよね。これ出そうね、黄色出そうぜ。これ黄色今ゼロじゃん。いや、1入れたね。いや、でも出るもんな、すぐ。やば、赤だ、めっちゃ強い。やば、40何秒しかないぞ。これ入れれるかな。よし、きっちりね、運んでいこうね、きっちり運んでいきましょう。うわ、赤守るのうまい、赤マジで守るのうまいから。っていうか黄色、そこ黄色1人いるけど、ちょっと参加しようぜ。そこもう諦めてんじゃねえよ黄色。ちょっと待って黄色、ちょっと守ってくれ、これを。守ってくれよ、赤より勝てばいいんだ。そう、いや、いけるよ、赤に勝てばいいんだ。ちょっと喉が痛い。いや、マジでちょっと痛い。このコースだけ喉休めていい？いや、喋んないっていうわけじゃないんですよ。喋んないっていうわけじゃないですけど、喉休めていい？コソコソ実況していい？コソコソ実況。よし、これ渡っていこうね。あ、落ちて落ちて、やばい、落ちた落ちたけど、このまま渡っていきます。よし、いけるいけるいけるぞ。そのドアを渡って、そう、回転するドアをみんなと一緒にくぐっていこうね。よし、いや、今いいよいいよいいよ、これ一番狙えるよ。いや、こっちあかんねー。よし、一個、いけいけ、ジャンプしていけ。で、この弾を避けて、このこれ真ん中から行った方がいいのかな、危なくない、これ端っこから行った方がいいのかな、どっちだ。いや、これ結構いいとこ行ったぞね。今いいとこ行きましたよ、ゴール確定じゃんね。来た、来ましたよ、ゴー。気合が入んねえな。気合が入んねえな、コソコソ実況。来た。
さっきやられたやつだ。とりあえず最後終わるときにね、自分の陣地にボールがいっぱいあればいいだけなんですけど、1分30秒か。それじゃあこのボールをいただきに行きましょう。これね、1回ボールある程度集めたらね、守りに徹した方がいいかもしれないね。いや、赤から奪おうぜ。よし、赤奪え。オッケー、よし、オッケー。ある程度奥までね、ぶっ飛んでた方がいいと思うんですよ。奥まで行ったら結構ボール奪いにくくなるんですよね、この段差があるからね。いや、っていうか赤0点じゃん。いや、いいよこれ。黄色強すぎ、マジ黄色強すぎさっき黄色ボロボロだったじゃん。いや、赤待て、赤これ後ろから行かなきゃちょっと取れないな。待って、落ちてる、ダメだ。そっちやったらダメなんですよ。いや、これはそう、こっちは端っこからね、どんどん押した方がいい。でもこっちは黄色の陣地あるから右、まあ、僕から見て今右端からね。いや、来た。え、黄色地打点来ましたよ。それじゃあ僕はね、この黄色をめっちゃ邪魔しますから、みんなちょっと赤から奪ってきてくれ。黄色を入れないようにしよう、絶対に。いや、待って、まずい。よし、危ねえ。ナイス青、よし、ナイス青。見た今のファインプレー、右の人。僕何もしてないよね。お、もう25人か、結構減ったね。うわ、切った。人の闇が垣間見えるステージ来ましたよ。これでみんな性格悪くなるんですよ。でも僕は率先してね、前を進んでいきたいと思います。さあ、それじゃあやっていきましょう。それじゃあまず速攻、ここね、よし、いけないいや、分かってた。いや、分かんない。いや、めっちゃみんなやられてんね。まあまあ、まだ全然いいんですよ。これ右から行こうか、これ右ね。いい、そうこっちこれ右、ほら来た。ほら見て、みんな僕の後ろについてきてるでしょ、ドラクエみたいに。これまっすぐだね、これまっすぐ行こう。ここ行ったらいけるかな。いや、ほら見て、あ、これ左の人めっちゃ行ってる。うわ、左がいいな、これ左がいい。左めっちゃ先に進んでるよ。よし、行こう、僕も続いていきましょう。みんな押すな、待って、押さないでくれ。え、ちょっと待って、こっちからショートカットしていこう。いける、落ちたナイスショートカット。これで10人落ちたね。今までね、僕動画で優勝は取ったことなかったんですけど、今回ね、優勝マジで取りに行きたいと思います。ツイッターにはあげたんですけどね、一応ね、優勝はしたことはあるんですよ。皆さんね、まあ、ピオキング下手くそとか思うかもしれないですけど、一応優勝はね、したことあるんですよ。さて、今回14人か、まあ、14人って言っても、これ何分だったっけ、1分30秒、1分45か。よし、みんな仲良くしようぜ。これマジで蹴落とし合ってたら危ないから、みんな仲良くしようね。で、チーター現れないね。僕チーターに会いたいからこのゲーム買ったんだけど、チーター意外といないね。なんだろう、なんか最近なんかアップデートされて、アップデートっていうかなんかメンテナンス入ったよね。それでチーターがなんかこう、なんか排除されたみたいな、なんか入れなくなってんのかな、どうなんだろう。なんたってね、僕もこれ始めて2日目、うん、この配信始めて2日目ですから、うん、まだわかんないんですよね。チーターマジで見たいんだけど。空飛ぶやつとかでしょ、めっちゃ面白いよね、そんな人。これは渡っていく。よし、これ真ん中にいなきゃマジで危ない。いや、こんなに密集してたマジで危ない。これね、人とね、人かわかんないけど、この物体、これね、結構当たったらこけるもんね。こけてこの、よし、このブロックが来たらマジで危ないんだよな。結構押されちゃうもんね。よし、これこうなるんだよな、危ねえ。よし、これ右行こう。オッケー、で、これもここ、よし、ジャンプで、これもここでジャンプしよっか。いいね。いや、これ落ちる気配ないよ。今2人落ちてるけど、そんなにこれ落ちる気配ないよね。よし、みんな押さないでね、みんな押さないでね。いいね、みんな連携か。この人と一緒に飛んでる気がする、めっちゃ可愛い。なんかね、この前の人と、いや、一緒に頑張ろう。似たようなね、キャラクターいっぱいいるけど、一緒に頑張ろうね。2人しか脱落しなかったね、今。ありゃ、10人になってる。あ、5人ぐらい脱落したのかな。さて、そろそろ来るんじゃないかな、最終ステージ。今日はね、勝っても負けてもこれで最後にしたいと思います。さて、それじゃあ最後は何でしょう。来た、フルマウンテン、これ僕めっちゃ好きなんですよ。
しかもいいとこいる。結構いいとこいない？ほら、それじゃ頑張っていきますよ。よし、オッケー。あ、待って、何やってんだ俺は。いや、まだ大丈夫。まあ、このコースは何が起きるかわからないからね。いや、これはね、このコースは上を見ながら行くっていうのが非常に大事になります。ちょっと待って、ボール、大丈夫、まだ何が起こるかわからないからね。よし、誰か脱落しろ、誰か脱落しろ。うわ、今の軌道はひどくない？今のはないでしょう。よし、これ渡っていく。いや、いいよ、今の当たり方いい。はいよ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。